フィギュアスケート、ジュニアグランプリ、GP、シリーズ、第一戦ラトビア大会、30日、第二日、ラトビアリガ、女子フリー世界ジュニア選手権2連覇でショートプログラム、SP、首位発信の島玉を、中国イコール木下グループ、が、フリー1位の133、19点をマークし、合計204、 86点で優勝した。参戦1期目の22年から続く同シリーズでの連勝は、12月開催のファイナルを含めて、7、に伸びた。応答のトリプルアクセル、3回転半、は着氷で体勢を崩し、続く大技の4回転トーループでも転倒したが、3本目のルッツトーループの連続3回転ジャンプは成功。 以降もすべてのジャンプを決め、新プログラムの、窓から見える、の荘厳な音色に乗せて伸びやかに舞った。E のエリナゴイディナ、エストニア、222、63点差と大差をつけた。24年世界ジュニア選手権5位の串大クラ、16イコール木下アカデミー、はフリー8位の99、65点となり、 合計166、1点で総合5位となった。